札幌のシンボルは時計台。幾多の秀才を生んだ札幌農学校の記念碑です。レンガ建ての北海道庁やあちらこちらに見かける教会にも開拓時代が忍ばれます。そしてライラックの花、春が街中がそのふくよかな香りで一体となります。街の中心にあります大通公園は今やデートする若者たちの花盛り。さて、ところで戦後札幌の名物はラーメン。街の至る所でラーメン屋さんが繁盛しています。戦後札幌のラーメンはうまいと週刊誌に書かれたのが人気の始まりのようですが、その繁盛ぶりは驚くほど。どの店に入っても客席は2列になっていて、後ろの方は順番を待つためのもの。お後が使えてますから食後に一服なんてのは通用しません。食べ終わるとさっと立ち上がって、はい勘定という間にお後に代わりが入って順送りといった次第。お値段の方なんですが、ご覧のようにですね、120円とちっと割高のようですが、味噌味、塩味、醤油味と種類は豊富。中でも味噌味の売れ行きが一番ですが、そのタレの仕込みに特徴があるそうです。唐辛子のことを北海道では南蛮と言いますが、その南蛮とニンニクを極上の新潟味噌に刻み込んで豚肉のスープでタレを作ります。お値段は割高でもボリュームの方はたっぷりで、一人前で満腹しそうな感じですが、味付けが辛いのでご飯と一緒に食べるいわゆるラーメンライスが喜ばれるとのこと。昼時は修羅場のようなにぎわいですから、食べる方も真剣なら待つ方も真剣ですから、帰る方はお客様というわけで大歓迎。お後はラーメン亭の主人の交通整理で順番に席に収まり、はいあなたこちら、はいあなたこちら、はいあなたはあっちってなわけですな。それでも後からお客は絶えませんで、この店では味噌味ラーメンだけで800人前も出たことがあるとか。中にはタクシーで駆けつける人もあり、スポーツカーを乗りつける人もあり、誠に名物に恥じない繁盛の札幌はラーメンのお話です。